絶好調浅田誠吾、そして山田裕貴の決勝をかけた戦いとなります。ゲームスタートですね。これはどうなんだろう、待ってくれるのか。やっぱり山田選手、浅田選手との対戦相手にとってはやはりもう本当にものすごいプレッシャーだと思います。ミスできない、もう絶対ミスしたらもうやられると思って戦ってるでしょうから、もう本当にものすごいプレッシャーの中の試合になってくると思いますよね。まず外さないので、うわ、珍しくですね、ダーツが荒れてますよね。今までこういうことがなかったので、やはりそれだけ浅田選手のプレッシャーって大きいんでしょうね。さあ、いきなり初っ端ブレイクですね。さあ山田選手どう頭を切り替えていくのか。さあ浅田選手、さあここベッドですね。ベッドで一矢報いようと、まあ、今日ねブレイクが多いので、全体的にブレイクがすごく多いので、ベッドにはナインマークで返してくる浅田誠吾。さあそしてセブンマークで山田選手がつないできました。さあ上を見て加点の方に切り替えます。さあナイスカバーですね。20には絶対の自信を持ってる浅田誠吾、面白いですねこの対決。そしてここが山田選手強いところですね。3投目のカット、3投目のカットしっかり決めてきます。さあ浅田選手を崩すのはここしかない。さあものすごい試合ですね。おお、そして恐るべし恐るべし鳥獣対決、2人の鳥獣のような対決ですね。いやまあまあいつもこんな感じの試合を見せられてますんで、驚きも何ともしませんけど、すごいですね。
まあ、ここで思い切ってカットいったですね。3投目のカットが決まる山田選手はいいですね、状態が。さあ、しかし相手はもうモンスター中のモンスター、浅田聖吾。うわー、なんだこの試合は。本当にすごい、人間ここまで慣れるんですね、極めると。さあ、ブルを選択。さあ、ここでインナー狙い、インナーを狙って入れる山田裕貴、狙って入れる山田裕貴、決まった。すごい試合だ、恐るべし。いやー、なんじゃこりゃ。あ、ドアップね、ここね。なんじゃこの試合は、恐るべし。さあ、ブレグアス戦からの山田裕貴の先行のクリケ。うわー、すごい。いやー、インナーを狙って決める山田裕貴ですね。どんな集中力してるんでしょうね。さあ、お互い一歩も譲らない好ゲーム。今日はブレイク合戦が多いですね。さあ、3投目のカットが決まりだした山田選手は数字以上の、ね、強さが出てきますけどね。そして、うわ、ありえない。そして、うわー、すごい。もうなんじゃって感じですね、もうほんと。またもや、またもや並んだ。これは面白い。おー、クランド、ビークラン、すごいっすね、これは。なんですかね、ここの試合は。もうありえないですね。なんですかこの試合は。いや、鳥肌が立ってきましたね。またもや30ですね。今度はちょっとね、物足んないですね。 6.8 と 6.6 ですからね。何なんでしょうね、これ。こう、2人に緊張とかメンタルとかいうこと、ない、関係ないでしょうね。うわ、うわ、
マシンにはお金が溜まってるじゃないけど舞台にはお金が落ちている。来るのか、ほんと指をしても間違えるか、間違えて負ける可能性があるな、浅田聖子と対戦したら。おーっと、望みをつなぐ山田裕貴。しかし浅田聖子が待つわけがない。そして残忍。さあこれはなんという試合なんでしょうか。恐るべし。ちょっと物足んないですね、28と29っていうのはね。本当恐ろしいわ、これは引くわ本当。あっ、これは浅田聖を痛恨、ブル外した、お互い外したけど、これは山田選手ですね、山田選手近いですね、これは多分。まああのあそこのラインにダーツが来ればやっぱりブルにちょっと入れにくい感じがしますよね。さあクリケだ、俺ゼロワンの方が可能性高いと思ったんだけど、浅田聖子に、今の浅田聖子にとってなんと、いやーこのフォーマークはちょっとやばいでしょう、かなり危険なフォーマークですね。すいません、こっち切れた、ごめんごめん、もうちょっとね機械まで興奮して、ちょっと機械もちょっとちょっと調子悪くなってきますね。うわどうした、ちょっと勘弁してよ、ちょっと優勝2人どっちも優勝みたいな、いやーそして山田選手ちょっとですね、若干フォームが、メンタルなのか、成功の先行をキープしたいけど、さあこれで浅田選手が先手を取ったぞ。いやお、珍しくトリプルを外しました。浅田選手もちょっとプレッシャーかかってきたのか。さあここで逆転したけど、まだまだ浅田選手が先行を取ってます、先手を取ってます。ビッグランズ、ビッグランド。これでちょっと上につけたんでね、山田選手も嫌いましたね。そしてりが重い山田裕貴、いやーすごいダーツですね。
さあ恐るべし激闘を浅田誠吾が制し決勝進出。山田裕貴悔しい。いや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 、これどうすればいいのって端し合いですね本当に。まあね、最終レッグはやはりお互い決勝進出の意識からか少しね、緩みましたけど、はい、